なんで日本大学逆にみんな行くんですかって。留学行って得られるもの僕3つ2倍まではいかないですけど、うん、かなり差がありますよ ね。年収も1000万以上は担保されるわけですよ、ね、アメリカ卒業前200万で出た、うん、この動画がぜひなんか皆さんの人生変えるよ。で始まりました。もちろんチャンネル。さあ今回はですね、あ、留学の虎さんでしたっけ。いや令和の虎ですね。なんか炎上に巻き込まれたりとか、お客さんにおいでいただきました。はじめまして。はじめまして。まあまあまあ、そっか、このチャンネルでははじめましてですね。はい、MBA 取ったり、はい、すごい今、まあ、アメリカで生活していらっしゃるということなんで、はい、ちょっとその辺の話を聞きたいんですけど、まあ、うちね大学結構コンプレックス抱えてる人たちが見てるチャンネルなんですけど、はい、やっぱり海外大ですか、行くなら。そうですね、僕はもうそれしか。逆になんでそんな日本の大学にみんな行きたがるんですかって言いたいぐらいですね。もう海外大一択と、はい、ちょっとその魅力を大いに語ってください。もうなんか僕のちょっと簡単な、じゃあバックグラウンド言った方が分かりやすいと思うんで、はい、ああそうですね、僕そもそも立命館の、はいはい、付属校で高校から入って、うんうん、大学にそのままエスカレーター式で上がったんですけど、うん、本当勉強はしないじゃないですか日本の大学って。そうですね、まあ、残念ながら残念ながらで、あ、このままじゃなんか僕の将来終わるな、やっぱスキルが欲しかったんですよ、はい、これができますみたいな、うん、で僕はそこを辞めて独学で英語を勉強して、はい、でその後にアメリカの BYU って大学ですね、はい、に編入して新卒でマイクロソフト入って一回辞めて今 MBA っていう形で今に至るんですけど、もう心底あの立命館辞めたっていうディシジョンですね、はい、もう英語バンバン使ってきますけど、はい、もうアメリカ暮らしですから、はい、もうあれが本当にすごくいい決断をしたなって思ってます。まあ、一番いいディシジョンだったと。そうですね、 What's the best decision ever だったと。そういうことです。なんでかっていうと、はい、留学行って得られるもの僕3つ大きくあると思ってますけど、1つ目がもちろん英語力です。うん、やっぱり正規留学なんで4年間行ったおかげでこうビジネスの中では結構英語は使えるようにはなったかなと思ってます。で2つ目はアメリカの大学って結構ちゃんとスキルつけさせるじゃないですか、はいはい、日本の大学で情報系の僕インフォメーションシステムズっていう学部だったんですけど、うん、同じこう情報システムみたいな日本の学部で話聞くと本当にコーディングできるのって10人に1人ぐらいですとか。お、そうなんですね。もうそういう話を聞いて、何のための学部ですかみたいな、うんうん、僕は結構それちゃんとプログラミングもしましたし、まあ、英語もできてスキルがついて、で3つ目は異文化理解ですね。日本でもやっぱあると思うんですよ、英語で授業やってますみたいな、はいはい、でも受けてる人ってやっぱり日本人が多いじゃないですか。で日本人の価値観で日本人のこうカルチャーがある中で物事が進む、そういうのってやっぱり言語以外でもこう非言語のところでコミュニケーションってやっぱ取るじゃないですか、うん、やっぱそれが学べないっていうのはすごく残念だなって思っちゃうん で、うんうんうん、で留学はそれが全部学べちゃうっていうのもあって、これを3つ習得できればまあ引っ張れないですよね。お、はいはいはい、僕はもう今それこそ MBA に行って、まあ、サラリーマンやるのか自分で起業するのかとかいろいろ迷ってますけど、うん、でも根底にあるのは、まあ、どの道取ったところで僕スキルあるから、まあ、何かしら食っていけるんだろうなっていうすごくセーフティーネットがあるんで。お、なるほど。しかもやっぱり海外の大学出たからこそそれが得られたっていう。だからそのちょっと魅力をそのバンバン言ってあげてください。まあなんか本当に僕はそれこそアメリカで今 MBA 行ってるじゃないですか、はい、もちろんサラリーマンになったら武田塾イングリッシュチャンネルの方でも MBA について話しましたけど、うん、年収も1000万以上は担保されるわけですよ、うん、っていう道もあれば起業して、で起業したにしても例えばアメリカで起業するともう日本と今全然こう経済規模が違うわけじゃないですか、うん、でどっちで稼いだ方がいいかっていうとアメリカに稼いだ方が資産的にはいいわけじゃないですか。多くの人が MBA まず難しい、英語やりたくない、そしてお金がかかる、はい、やだやだって言ってその自己投資をしない人がほとんどなわけ、はい、だからやっぱ調べていくと僕 BYU ですよね、すごい激安、はい、200万現金があればアメリカ卒業前に200万で行けるってありえないんで、うん、はい、そういうオプションもやっぱあるわけですよ。なんか行けないと思ってる人にはやっぱ知ってほしいし、うん、お金的なメリットもあるし自分のスキルメンタリティですよね、はい、僕は何でもできるんだじゃないけどやっぱ自分に自信持ってる、自己肯定感すごく上がる、本当メリットしかあげればないかなと思って、うん、絶対行きますよ後で、どうせ金持ちだから行けたんだろうっていう。そうそうそう、どうせ金持ち、一体僕はそのコメントを何回見たのか。だからもう僕はそれに対して、あ、じゃあ僕のチャンネルで BYU 留学調べてみて、もう何も言えなくなりますからこれ、ね、いや、アメリカは危険だから。あ、言いますね。やっぱ場所にもよるんで、あの危険っていうのもそんなとこ行けばそれは危険ですよ、うん、ですけどそんななんか銃のじゃあ事件が確率論なんでそれはゼロとは言わないですよ、うん、でもそれはなんか日本でも一緒じゃないですか、もう今出て交通事故会う可能性もあるわけじゃないですか、うん、だからそういうなんかこう確率論でこうワーワー言うのはちょっと違うなと思ったりしますし、うん、
でもどれぐらい違うんですか、ぶっちゃけその年収とかって。自分の会社で調べた結果ですけど、日本人で海外の大学を出てどれぐらい初任給あったかって100人ぐらいに聞いたんですよ。それが大体480万平均、初任給です。これで日本の4年生の大学出た人の初任給って大体280万ぐらいなんですよ、うんうん、なので2倍まではいかないですけど、うん、かなり差がありますよ ね。そういう差もあるんです。でしかもちゃんとね、アメリカで例えば GAFA みたいな大手行くと、はい、もう年収なんか跳ね上がりますんで、うんうん、初任給だけでも1300万とか、ね、初任給で1300万ですよ、うん、日本だとありえないんで、そういう可能性がある、ね、そうですね、ポテンシャルはもうめちゃめちゃありますね、まあ、そういうことをみんな知らずに、調べもしないっていう状況なんで、はい、僕は本当なんで日本大学逆にみんな行くんですかっていうところで、うん、なんでですか結構やっぱり今の状況しか知らないっていう、はい、まあ、情報がないっていうのと、はい、そして外出たがらないですよね、はい、やっぱね、分からないし怖いし、はい、なんか日本安全、日本にいることが幸せだと漠然と思ってる人が多いっていうのは、はいはいはい、まあ自分自身予備校とかで教えてて思ったことですね。でもなんかすごいそれってめちゃめちゃリスクとか思わないですか。日本ってじゃあ同じように豊かな国になるかとか、それこそ経済がこう落ちてきたりとか、うん、賃金上がらないとかでも税金上がるとか、うん、あと災害リスクもそうですし、別に日本が嫌いなわけじゃないんですよ、うん、僕日本大好きなんですよ。すごくこんなインフラが整ってて住みやすい国ないなと思ってるんですけど、やっぱり何かあった時に僕は別に日本抜け出して活躍できるよっていうのはすごくいいリスクヘッジになると思うんですよね、うん、なるほど。漠然とこの辺もみんななんか日本政治ダメだ、やばくなってる少子高齢化だ、まあいっかですよね、はい、多くの人は。でも別に死ぬわけじゃないし、まあ、多分そこのね、自分の実生活が脅かされてないっていうところが、まあ、まだそういうリアリティを生んでないと思うんですけど、 その通りだと思います。実際リアリティを感じてないからこそこういう生活をしてる人が多いんだろうなっていうのは思います。え、じゃあ森田先生も、もし自分の息子娘が大学迷ってるんだっつったらどうアドバイスするんですか。僕はもうアメリカに住もうと思ってるので。あ、そうなんですか。そもそもそういう状況がないと思います。あ、なるほど。もうだからもうデフォルトでアメリカにいますみたいな。そうそう、アメリカにいるっていう状況しか考えてないので自分自身は。それなんでアメリカに行こうと思ってるんですか。それはもう日本を見限ってるんですか。おい、同じ方向で2人で話していくんじゃないのか。いや、僕はもうカリフォルニアに住むともう決めて、留学した時からもう決めて、僕はもうここで暮らしていくんだ。それはカリフォルニアがただ好きだからとか。カリフォルニアが好きだっていうのもありますし、まあ、天候の分とかもあるんですけど、はい、僕はもう日常外出てフレンドリーに皆が話し始めるっていう、はい、あの世界に行きたいんです。ああいうアメリカのカルチャーが好きだっていうところですね。マンションで、あ、隣出てきた、閉めなきゃっていう、こういうカルチャーは嫌なんですね。なるほど、なるほど。僕もやっぱそっちに向いてるなと思うんですよ。買い物行った時にレジのおばちゃんと日常会話、そうそうそう、なんか最近どうみたいなところから、僕20分ぐらい話した時ありますからね。長いそれは。アメリカで気にしないですか。まあでもユタだったらできる、はい、まああれ夜だったんで後ろいなかったんでしてました、ね、信号待ち、バス、はい、エレベーター、話すのが当たり前ですけど、はいはいはい、やっぱりそういう世界一回経験したらそういうのがない世界に戻ってきて、あ、やっぱりこういう世界よりはあっちに戻りたいなっていうのは。じゃあ森田先生的には英語をやるってい こう最終ゴール的にはやっぱり海外生活とか海外のキャリアみたいなところはやっぱり持ってほしいっていう、なんか思いとかあるんですか。今の子供たちにですか。そうです、子供たちには見てきてほしいっていうのがあります、うん、一回見てごらんなさい、それで選んで自分でやりたいとこ。日本しか知らない状況で結局みんな終わって、合宿とかだとそういう話いっぱいする機会があるんで、はい、そうするとやっぱこう感動する制度とか、うん、そういう留学しますとかっていう制度がいっぱい出てきてくれるんですけど、うん、それは僕がやっぱ期待体験を話すからみんな思ってくれるんで。でもそれやっぱ自分で感じるのが一番大事ですもんね。そうです。ここ実際経験した人の話を聞くと、あーって思ってくれることが多いんですよね、うん、この動画がぜひなんか皆さんの人生変えるような、こういうのもあるんだっていう選択肢をぜひ持ってほしいなと思いますね。そうですね。だから生き方も本当調べればいっぱいあるんで、英語できないったら語学学校から行って、でその後コミュニティカレッジに行って、そうです、こうやって安くやる方法だったりとか。そこもそうですよね。自分英語得意じゃないからって、僕もそうだったんで、僕5段階評価で常に英語2だったんで、うんうん、そこから、まあ、自分で独学をもちろんしましたけど、人によっては語学学校最初に入って英語力上げてからコミュニティカレッジ入ったりとか、そこからトランスファーして4
4年生大学行って、でコミュニティカレッジ入った方が安いですからね、はい、でこういう留学してる人たちだったら当たり前に知ってることなんですけど、知らないんですよ日本にいる人たちは、はい、その情報を探そうともしないし、はい、出会わないっていうので外に出ていくっていう視点がない。そうです。今回のね、はい、これで人生変わってくれるっていう人がね出てきてくれればすごくそれでもう僕は大満足です。なんでね、だから、まあ、炎上した時もみんなが留学するあの思いを僕は伝えなかっただけなんですけど、ちょっと違うところに論点が出てたんでっていうので、そうやっぱり行ってる人だったらね分かる。まだトモハッピーが分かったっていうのもそういうことです。あのびっくりしましたよ。やっぱり海外出て行ってる人であるからこそ分かったって、ね、あトモハッピーとか言っちゃいけないそうなんですか僕はちょっとそちらには知らないんで分かんないですけど、出たことある人だったら分かる、はい、その視点も当然共感できるに決まってるわけ、はい、これがきっかけでぜひみんな外向いてくれればいいかなと思います、はい、よかったら僕のチャンネルでさっき言った激安留学ですね、僕が行った大学、はい、BYU って大学、僕4年間で90万しかかかってないという最強の留学も紹介したりするんで、そして武田塾イングリッシュでもね、はい、そうですね、おといウィークみたいな感じでいっぱい出めちゃめちゃ取りましたね、ますので、はい、出ていきますので、今ね話したことをちょっとダイジェストみたいな感じでちょこちょこちょこって言ったんですけど、はい、もっと詳しく出ていきますのでぜひ見てもらえればなと思いますんで、はい、今回は音井さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。